ネルでございます、今日はですね、午後からですねお買い物に行ってきました。それでお買い物はあちこち行ってきたんですけども、セブンイレブンによって、雑誌を購入してきました。雑誌の購入をしてきました。特別付録セブンイレブン限定雑誌を購入してきました。でこれはですね、メガネかけます。ステディっていうのかな、2月号の増刊号になってます。こんな感じです。それで、今日はですね、付録の紹介なんですけども、テレビで昨日だったかな、見たんですよね。セブン限定の付録ということで、クレイサスミニ財布&ポーチ2点セットっていう、こんな感じで、テレビでは2冊、紹介してましたね。セブンイレブン限定の、それから限定でないものだったのかな、もう一つ。セブンイレブンに あったんですけど、ちょっと私はそれあまりこううーんっていう感じで興味持たなかったので、それは購入しなかったんですけど、これはちょっと興味津々だったので購入してきました。こんな感じです。なんかね、お財布、ミニ財布と、それからポーチ、ポーチよりもミニ財布の方に、興味を持ちました。本が、1073円でした。それで財布がこんな感じです。こんな感じ。これはですね、ここは小銭入れになってますね。こんな感じで小銭が入るようになってます。ここに、お札がここに入るようになって、カードがですね、1つ2つ3つ4つですね。そしてお札入れのとこが、ここに仕切りが一つあって、こんな感じになってます。わかります？こんな感じです。こんな感じになってて、お財布が一つと、それからポーチ、こんな感じです。ファスナーが上についてまして、こんな感じになってます。これはあれですね、お財布に、入らないカードありますよね。そういうカードを入れたらいいかなっていうふうに思います。カードを入れて、2つ持ち歩く、こんな感じで、持ち歩く、どうでしょうか。なんかね、バッグの中に、長財布、好きで大好きなんですけども、邪魔なんですよね。だから、こんなのにしたらどうかなと思って、ちょっと気になって、購入してきました。どんなんかな、使ってみます。それからですね、雑誌になるんですけども、これは、どんなことを中書いてるのかなっていうことで、みんなの私物、私生活見せて教えてスペシャルだって。総勢40名。愛用財布の使い方見せて、それからメイクポーチの中身と、お直しテクニック。ああ、お直しテクニックね。お直しだけは本当にもうね、私、
しないんですよね。しないというか、下手っぴ、お直ししたことないからわかんないんですよね。それから手書き派、アプリ派の手帳の使い方公開。これは私はこれから動画に出したいなっていうふうに思ってます。それから勉強、習い事、休日の過ごし方ということで、本の、中ですね。3月号の特別付録は、スヌーピーの、収納ポーチ、3月号にスヌーピーの、収納ポーチだそうです。それから、何かな、まあ、お財布だの、表紙に書いてある、ポーチの中身だの、いろいろ、書いてあります。載ってます。まあ、興味のあるとこだけ、読んで、またなんか、皆さんにお知らせしたいことがあったらします。一人で楽しもうと思ってます。ではですね、ステディの2月号の雑誌付録の紹介でした。こんな感じです。雑誌の付録でした。気になる付録があったときは、購入して紹介したいなって思ってます。今日も最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。